冥界の圧倒的な侵略の前に同盟を結んだ五芒星軍、黒魔術軍、魔界水軍の三軍。しかしそれぞれの思惑は統一されることなく行動することとなる。里見八犬士は魔界水軍の本拠地であった爽快の浜の奪回に赴くが、それを察知した真田重勇士、猿飛佐助、穴山小助に急襲される。八犬士の危機を救ったのは阿部の生命と、行方をくらましていた犬塚志乃であった。魔界水軍の頭領である滝夜叉はこう見ごもる。それ自体が渾身の策であることを告げ、住友はそのことにある思いを馳せる。一方、末高房、俵の淘汰、霊勢高豊は冥界に組みする真田重勇士の拠点六門陣を攻撃する。猛攻で真田重勇士を追い詰めるが、あと一歩のところで魔界少女剣豊臣秀頼が援軍に現れ、高房を倒す。秀頼は意味深な一言を高房たちに投げかける。そしてこの世のクライマックスは、ウコン率いる黒魔術軍が冥界本陣に攻め入った一戦。スキピオヌに照準を合わせ襲撃する。そこに鶴姫と越智康成が加わる。しかし魔界少女剣の援軍でまたもや失敗に終わる。絶体絶命の事態を重平と蜘蛛丸によって救われるが、重平は捕らえられ、ジュスタは傷を負う。犬塚志乃は生命に強さを知るために戦いを挑む。そしてお犬の手はついに猫娘に及び、キドーマ